高木豊です。大木です。お願いします。前回コントロールをずっと練習やりましたね。ティーバッティングっていうのは練習の時によくやったと思うんですけど、はい、どういう意味を持ってるかっていうのは分からないとか、やってももったいないじゃない。だから今日はいろんなティーをやる、はい、その都度こう説明をつけていく。じゃあやってみましょう。はい、まず普通のティー、普通のティーってこうやって打ってるじゃん、はい、これお前何を意識してる。とにかくポイントなんです、まあ、ポイントなんです。そうじゃん、お前ホームランバッターか短距離バッターかどっち。いや、もちろん短距離です。いや、だから俺が意識したのは必ずこのネットの真ん中に当てる。でも逆にホームランバッターっていうのは上げる意識をしなきゃ、ボールを。はい、お前何バッター。短距離バッター。いや、レゴバッターって言うんだよまあいいや、短距離バッターな。短距離バッターになってどこ狙う。真ん中。よし、話聞いてたね。当たり前じゃないですか。今上でしょ。今のは上だったらポップフライだっていう風に考えてる、はい、そう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 。普通のティーバッティングをやるときにはそういうやっぱりまず意識を持たなきゃ。ポイントを覚える。例えばアウトコースだったら引きつける、はい、真ん中だったら中心、はい、でインサイドだったら前にポイントだ、はい、それをやっていく、はい、まず、はい、体開いて、はい、投げては相手の右腰、右バッターはね、はい、左は左腰になるけどに投げたい。ノーステップですね。あ、当たり前じゃないか。試合でやらないことはやらない。タイミングが大事なんだ。じゃあはい、真ん中。真ん中は投げ手が前に出てやって、はいはい、手が伸びるところです。これ全く意識してないよね、高さとか。お前短距離バッターじゃないの。でもバッターです。そうでしょ、はい、だね。そしたら常に意識しない。で、インサイドインコースに投げる、はい、それは自分でポイントを掴む。そう、はい、おい、おー、いいね、最後はいいね。おー、いいね。オッケー。ダメだね。やっぱりそういう意識が大切だという。で、ポイントの確認。なぜ開いて引きつける方からやると、はい、コースからだったら引きつける方やった時に開いちゃうから。何言ってるのとりあえず、はい、引きつけた方から前に出す方がポイントが合ってくる。前に出して引きつけるっていうのはすごく怖いことだし難しいことなんです。だから必ず引きつける方からやる、ね、もう一つ手をクロスハンドにする。そうそうそう。はい、なんで高さに持たせたと。何が変わる。だから意味が分かってやってないんだったら何の効果もないじゃん。例えば逆手に持つと必ず脇が締まってくる。その確認なの。やってみ、はい、振ってみ。脇開かないでしょ絶対。絶対開かないですね。これ絶対開かないでしょ。絶対開かないです。だからそこを矯正するとか、ここの確認をする。あとは肘の畳み、わかる、はい、だからそういうことがいろんなチームに隠されてる。だからその意識が大切だという。前編はこのぐらいにしといて、はい、ああ、本当勉強になります、ね。